はい、どうもゆうきです。パワポケ7実況プレイやっていきましょう。7の最後のミニゲーム、ヒーローと主人公たちの戦いで、これ攻略本持っていくと難易度下がるんですけど、攻略本なしで今回は挑みたいと思います。もうお前らの好き勝手にはさせないぞ。よし行け。そんなガラクタを持ってきても我々は倒れんぞ。返り討ちにしてくれるわ。っていうことで、ここがヒーローですね。で、9人体制の時は、まあ、こうし、な、でも全体的に気にしなきゃいけないな。とりあえず上に固まってる奴らを最初に倒すのと、まあ、一番大事なのは常に変わんないんですけど、こういう玉出ししてるやつね。こういうのをまずぶっ倒すことが大事。あ、グリーンが。グリーンとピンクとオレンジが基本的に回復係なんですよ。この辺をしっかり倒しつつ、向こうからの攻撃、こういう攻撃は LR ボタンで回避をしながら、うわ、めっちゃ回復出してんな。俺オレンジかこれ。回避をしながら、校舎移動中も攻撃を打っておくんだけど、移動中に普通にやっちゃうと結構校舎破壊をしてしまうので、ここは打つ位置気をつけながら攻撃をしていかなければいけない。で、このね、ゲージのところに球体が飛んでいって、この球体が当たった時点で回復が確定するんで、それを避けつつ、この辺を葬っていく。これ溜まってるところをね、攻撃していくと勝てるということで。9人体制でやるときは、敵の攻撃 LR で回避しながら、基本弾出ししてるやつを狙いながら、ヒーローがたくさんいるところを狙っていくと勝てますので、皆さんよかったらやってみてください。こんな感じです。はい、じゃあ短い動画になりましたが、これで終わりましょう。これでお別れだな。バイバイ。